池上通信機マーケティング部小山田でございます。今回池上通信機のブースをご紹介させていただきます。目玉としましては私どもの方の 4K カメラ UHK430、 昨年の方から発表はしておりますが、今回製品として4月から納入販売を開始しております。特徴としましては 4K 出力を 12DSDI 1本で出力しているのが大きな特徴でございます。これによって 4K の HDR、 HD の SDR にも十分対応できるカメラでございます。次の商品は私どもモニターの方のご紹介をさせていただきたいと思います。 HQLM3120W ということで 4K のこれは SDR のモニターから発売をさせていただきます。展示場には HDR、SDR の評価の映像も流しておりますので、皆様そこで池上通信機のモニターの HDR、SDR の差を見比べていただければと思います。次にご紹介いたしますのはスイッチャーコーナーでございます。 MAPS シリーズの集大成としまして 2ME、4ME、4K2ME のスイッチャーご覧になっていただけますので、ぜひともお手触れて説明員から説明を聞いていただければと思います。最後にご紹介いたしますのは 4KHD 制作システムコーナーでございます。私どものブースの最先端にありますが、 12GSDI カメラ出力からスイッチャー経由しましてモニターまで 12GSDI で一気通貫つながっているところを実際にご覧になっていただけますので、皆様のお越しをお待ちしております。ありがとうございました。